ん、一体どうしてこうなってるのかしら。どうしたんだノワール。あ、ブラン。今、生物の進化について少し考えていたんだけど、どうしてもわからないことがあるのよね。何がわからないんだ。私たち人間っていろんな病気にかかると思うんだけど、その中でも精神的な病気に悩む人も多いわよね。まあそうだな。現代ではうつ病や不安障害なんかの精神疾患も多いからな。それで疑問に思ったんだけど、人間は今まで進化してきた中で、どうして精神疾患にかからないような進化をしてこなかったのかしら。精神疾患なんて人間が生きる上でマイナスでしかないじゃない。人類は今まで長い時間をかけて進化してきたのに、それをどうして克服しなかったのかが気になるのよね。精神疾患が存在する理由か、面白い疑問だな。そうでしょう。これが感染症とかの病気だったらまだわかるわ。ウイルスや病原菌も進化し続けているから、私たちが感染症から逃れられないのもしょうがないと思うのよ。でも精神疾患って、外からの要因はあっても自分の中だけで起こる話じゃない？なら例えば、ストレスを過剰に感じにくくするとか、気分が落ち込まないようにするとか、いろんな進化で自分の心が守られるようにできたはずよ。なるほど。どうして私たちはもっと心が強くなるような進化をしなかったのかってことか。そういうことね。じゃあ今回は、精神疾患はなぜ進化の過程で取り除かれなかったのか、について解説していこうか。よろしくお願いするわ。まず、今回のノワールの疑問のように、病気について生物の進化から考える学問を、進化医学、と呼ぶぜ。進化医学？ああ、生物はより多くの子孫を残すような遺伝子が、次の世代へと多く受け継がれていく。そのため、子孫を残しやすい特徴は受け継がれ、子孫を残しにくい特徴はあまり受け継がれない。つまり、人体の仕組みや構造も、よりたくさんの子供を残せるように進化してきたはずだ。この視点から医学について考える学問が進化医学なんだ。なんだか難しそうね。まあとりあえずは、生物は健康な子孫をたくさん残せるように進化するってことだけ覚えていてほしいぜ。わかったわ。じゃあ精神疾患についても子孫を残せるかで考えていけばいいのね。そういうことだ。でも、そうだとしてもおかしい気がするわ。どちらかで言えば、精神疾患がある人よりも精神疾患がない人の方が子供を作りやすいんじゃないかしら。だから精神疾患がなくなるような進化が起きてもおかしくないわ。確かに単純に考えればそう思うよな。じゃあ、この問題についてもう少し深く考えていこうか。わかったわ。精神疾患は不安や気分の浮き沈みが行き過ぎてしまうことで起こるものが多い。例えばうつ病は、落ち込んだ気分が行き過ぎた状態だし、不安障害の一つである強迫性障害では、ほんの些細なミスや物忘れによって大惨事が起こるのを恐れるあまり、手洗いや鍵の施錠確認などを何度も繰り返し行ってしまう。不安や気分の浮き沈みが過剰になってしまう状態なのね。でも、どうしてそんな状態になってしまうの？それを理解するためには、その根本をまず理解する必要があるぜ。根本？ああ、じゃあノワールに一つ質問だが、そもそも、不安や気分の浮き沈みが人間に存在するのは一体どうしてだと思う？そんなの考えたこともなかったわ。全然わからないわね。じゃあそれぞれ見ていこうか。まず、人間が不安を感じることがあるのは、不安を感じる能力がある個体の方が、危険な状況を回避できる可能性が高いからだ。危険を回避？例えば、人間が原始的な生活を送っているとして、茂みから物音がすれば、そこには肉食動物がいるかもしれないと不安になるはずだ。そのため、人はこの茂みから離れて警戒するだろう。しかし、この時に不安を感じることができない人は、不用意に近づき、肉食動物に襲われてしまう確率が高い。つまり、あらかじめ発生しうる危険に対して不安を感じることで、危険を回避できるようになっているわけだ。へえ、そうだったんだ。また、気分の浮き沈みは努力を適切な方向へと導くためにある。好都合な状況で気分が高揚する個体は、チャンスを掴んで恩恵を最大限受けることができるし、不都合な状況で気分が落ち込む個体は、リスクや無駄な努力を避け、新たな目標に切り替えることができる。つまり、何度やってもうまくいかない時に気分が沈んで落ち込んでしまうのは、うまくいかないことを早く諦めさせて、他の目標へ切り替えさせるためなんだ。気分が沈むのは無駄な努力をさせないためってことね。その通りだ。これは実際に行われる抗うつ薬のテストを考えるとわかりやすい。抗うつ薬？ああ、この薬は不安や気分の落ち込みを緩和することができる。そしてこのテストでは、抗うつ薬を投与したマウスと投与していないマウスを、それぞれ水の入ったビーカーに浮かべ、そのマウスが泳ぎ続ける時間を測定するんだ。すると、抗うつ薬を投与していないマウスは、抜け出せないとわかるとある程度で泳ぐのをやめ、鼻を水面に出して浮かぶようになった。一方で、抗うつ薬を打ったマウスはずっと泳ぎ続け、いずれは疲れ果てて死んでしまうんだ。つまり、通常のマウスはうまくいかない努力をやめ、戦略を変えて体力を使わないようにしたが、抗うつ薬を投与されたマウスは気分の落ち込みを感じないため、諦めることができず、報いのない努力を続けてしまった。この例から、気分の落ち込みが生物にとっていかに重要なことなのかがわかるだろう。また、これまでの多くの研究から、落ち込んだ気分が人をより現実的にさせることもわかっているぜ。
自分が落ち込むことってそんなに大事なことだったんだ。その通りだ。不安や気分の浮き沈みが人間に必要な機能だってことはなんとなくわかったわ。でも、まだ気になることがあるんだけど、私たちっていろんなことで不安を感じたり落ち込んだりするじゃない？だけど、結局ほとんどの不安が心配のしすぎだったり、無駄に落ち込んだだけだったりすることが多いと思うのよ。命の危険を避けるために不安や落ち込みがあるんだとしたら、どうして私たちはこんなに過剰に不安や落ち込みを感じてしまうのかしら。必要以上に不安を感じてしまう理由か。確かに、不安や気分の浮き沈みは些細なことでも感じることが多い。実はここまで私たちの心が弱くなってしまったのは、それが私たちには苦痛でも、遺伝子の生存のためには有利をもたらしたからだ。どういうことなの？これは火災報知器を想像すればわかりやすいだろう。例えば、ここに二つの火災報知器があるとして、一つ目は、誤報を起こすことは多いが、本当の火災の時には必ず警報を鳴らしてくれるもの。もう一つは、誤報は絶対に起こさないが、本当の火災の時にもごく稀に警報が鳴らないものだ。もしノワールだったら、この二つの火災報知器のどちらが自分の家に欲しいと思う？ん？どうかしら。でも、いくら誤報が鳴らないからって、肝心の火災の時に警報が鳴らないことがあるってのは元も子もない気がするわね。だから私だったら、誤報が多くても本当の火災には確実に反応できるものが欲しいわね。なるほど、いい判断だな。確かに火災報知器は、火災の可能性がわずかにでもあれば警報を鳴らすべきだ。たとえそれが誤報であったとしても、本当の火災を一度でも見過ごしてしまうよりはマシだし、この誤報を減らそうとすればするほど、本当の火災に気づけない確率は上がっていく。つまり、100回中99回が誤報であったとしても、残りの1回に正しく反応できればいい。この99回の誤報にかかる労力よりも、1回の火災を検知できる利益の方が圧倒的に大きいわけだ。なるほど、誤報を減らそうとして火災に気づけなくなるくらいなら、誤報だらけになってでも万が一の火災に気づける方がいいってわけね。その通り、そしてこれと同じことが、人間の不安でも起こっているんだ。特に原始的な生活をしていた頃の人類にとっては、たった一度の危険の見過ごしが死に直結する。だから人類は万が一の危険に備えて、わずかな危険の可能性に対しても不安を感じるように進化した。その結果、様々なことに対して過剰な不安を抱えるようになってしまったんだ。そうだったのね。些細なことでも不安に感じるのは、進化の結果として当然のことだったんだ。まあこれが、不安や気分の浮き沈みに私たちが苦しめられる理由だな。進化ってのも私たちにとってプラスなことばかりじゃないのね。それはそうだな。人類の進化にとっては私たちの幸福などどうでもいい。重要なのは子孫を残せるかどうかだけだからな。進化においては、幸せを感じながら子孫を残さずに亡くなるより、苦痛を感じ続けながらでも子孫を残す方が優先される。そう考えると進化って残酷なものなのね。とまあここまで解説してきたが、そろそろ本題の精神疾患の話に入ろうか。やっと本題ね。さっきも言ったように、人類が精神疾患に陥ってしまうのは、不安や気分の浮き沈みが行き過ぎてしまい起こることが多いんだが、どうしてこれらが行き過ぎて精神疾患に陥ってしまうのか、その理由は大きく分けて二つあると考えられている。二つもあるんだ。まず一つ目は、現代的な環境に人間の進化が適応できていない可能性だ。現代的な環境、ああ、1万年前の社会には適応していた人間の脳が、急激に複雑化した社会にうまく適応できなくなった可能性があるんだ。実は精神的な病気には、近代化された社会だけで見られるものも多い。ADHD として知られる注意欠陥多動性障害は、他の物事に強く興味を惹かれるため、一つの物事を長く続けられないが、これは現代社会が長期的な目標を多く求めてくることで目立ってしまう可能性もある。長期的な目標？ああ、例えば職場や学校などの現代的な環境では、仕事やテスト勉強のような長期的な目標への努力を強いられることが多いよな。そしてこれらの長期的な目標には、どれだけ失敗しても何度も挑戦しなければいけないものも多い。つまり現代社会になって、逃げられない長期的な目標が増えてしまったんだ。そう言われるとそうね。逆に現代的じゃない？獲物を狩るとかの目標だったら、その時その時の一時的な努力って感じだものね。そうだろう。そのため、ADHD のような精神疾患はもともとは大して問題になるものではなく、現代の環境でだけ問題になる特性なのかもしれない。つまり、これまでの長い歴史では精神疾患でも何でもなかったのに、現代になって急に、精神疾患として現れるようになったものがあるかもしれないってことね。そういうことだな。また、現代になってから発生するようになった精神疾患は多くある。例えば、物質依存症を引き起こす物質は現代になって手に入るようになったものが多いし、現代社会で普及したダイエットは、摂食障害のきっかけになるようにもなった。精神的な問題は現代になって登場したものが多いのね。そう、つまりこの根本的な原因は、人間の動物としての進化よりも、圧倒的な速さで社会が進化してしまったことだ。現在見られるうつ病や不安障害に関しても、急速に進化した現代社会に私たちの心がついてこれていない可能性があるわけだ。なるほどね。確かに、原始的なその日暮らしをしていた人類と比べれば、私たちは常に未来への不安を抱え続けてるだろうし、諦めずにやり続けないといけないこともたくさんあるから、過剰に落ち込むまで同じことを失敗し続けたりするものね。
これって環境が急速に変化した結果だったんだ。そういうことだ。あれ、けど精神疾患になりやすい理由ってもう一つあるのよね。そうだな。もう一つの理由は、調節メカニズムの脆弱性だ。どういうことなの？じゃあここでノワールにもう一度質問をしよう。例えばここに、普通の馬と、競馬に出る競走馬がいた場合、この2頭のうち、どちらの馬が骨折をしやすいと思う？骨折？それは普通の馬じゃないかしら。競走馬はレースに出るための馬なんだし、普通の馬よりも足が丈夫な気がするわ。まあそう思うのが普通だろうな。だが実際は、競走馬の方が骨折をしやすいんだ。え、そうなの？ああ、競走馬はとにかくレースを速く走れるように、足の速い競走馬同士を交配させて生まれてくるため、より足が長く、細く、軽くなるように進化していく。そのため骨の耐久力は低くなり、骨折しやすくなってしまうんだ。そうだったんだ。競走馬は瞬間的な速さを得るために、丈夫さを犠牲にしてるってわけね。その通りだ。でもこれが精神疾患の話とどう関係してるの？順を追って説明するぜ。まずはこの馬の足の長さと、足の速さの関係をグラフにしてみよう。グラフの横軸を馬の足の長さとし、縦軸を競走馬としての能力とすると、競走馬としての能力は、馬の足が長くなるほど高くなっていく。まあ足が長いほど速く走れるものね。だが、足が長くなりすぎてしまうと、競走馬は急激に骨折のリスクが高まるため、競走馬としての能力は一気に落ちてしまう。そのため全体で見ると、このような崖型のグラフが出来上がるよな。そうね。骨折しちゃったら元も子もないものね。そうだな。そして理想的な競走馬はもちろん、この崖ギリギリの足の長さを持つ馬になるんだが、このあたりの馬が生まれるように交配させていくと、それよりも足が短い馬や長い馬もある程度は生まれてくる。つまり、全体的に競走馬としての能力が高い馬を生み出そうとすると、足が長すぎてとても骨折しやすい馬も生まれてきてしまうんだ。崖みたいなグラフになってるせいで、少しの差で競走馬としての能力が変わっちゃうのね。そうだ。そしてこの例のように、ほんのわずかな程度の差で破滅的な不全に陥ってしまう形質は生物に多く存在する。例えば人間の赤ん坊は、できるだけ脳を発達させてから生まれてきた方がいいため、生まれたての赤ん坊を大人と比べると、体に対する脳のサイズが大きい。しかし、出産時に赤ん坊の頭のサイズが1センチメートル大きすぎるだけでも、産科外科の処置が行えない場面では、母子ともに命を落とす可能性もある。また、人間の免疫機能はどんな病原菌に対しても作用した方がいいため、とても強力な攻撃性を持つように形作られている。しかし、その攻撃性が少し行き過ぎてしまうだけで、正常な細胞をも攻撃し、関節リウマチや多発性硬化症などの自己免疫疾患に陥ってしまう。そんなに色々あるんだ。メリットを最大限取るために、限界ギリギリを攻めてるってことかしら。そういうことだ。そのため、特性がわずかに行き過ぎてしまうだけで、壊滅的な不具合が発生してしまうんだ。なんとも言えない仕組みなのね。そしてこれと同じことが、人間の精神でも起こった可能性がある。発展した人間社会では、高い精神的能力があるほどより社会に適応できた。しかし、極端に高い精神的能力を身につけてしまうと、不安を人より少し感じやすかったり、落ち込みやすかったりするだけで、心に大きな不具合が発生してしまう。また崖型のグラフになったわね。そしてさっきと同じように、人間は進化によって、最も生存に適応しやすい、頂点付近の精神的能力を持つようになっていく。ただ当然、これは平均的な話であるため、不安や落ち込みを感じる精神的能力がより低い人もいれば、より高い人もおり、不安や落ち込みを感じすぎると簡単に心に不具合が生じるようになってしまったんだ。こうして人間の心は、不具合に対する壊滅的な脆弱性を持ち合わせるようになったのかもしれない。高い精神的能力を目指すあまり、簡単に不具合を起こすようになったってわけね。そういうことだ。じゃあこのあたりで、今回の話をまとめようか。私たちは危険や無駄な苦労を避けるために、不安や落ち込みを感じるように進化し、万が一の命の危険を避けるためにも、過剰な不安を抱えるようになった。そしてそれらが行き過ぎると精神疾患を引き起こすこともあり、これらは、現代的な環境に人間の進化が追いつかずに発生したり、極端な精神力が必要とされたせいで、簡単に不具合が発生したりするようにもなった。これが、私たちの心が精神疾患に対して弱すぎる理由だと考えられているぜ。心ってとても複雑な進化をしてきたのね。とまあ今回の解説はこんなところかな。今まで落ち込んだり不安に思ったりすることも多かったんだけど、それが正常な人類の進化の結果だって考えれば、少しは気が楽になった気がするわ。今日も面白い話をありがとうブラン。どういたしましてだぜ。ということで今回はこのあたりで終わろうと思うぜ。わかったわ。ご視聴ありがとうございました。